てくれて。おもちゃんこんばんざいてありがとう。だんだんだん。なんかね、久々にパソコンで配信しようかなと思ったのね。で立ち上げたんだけどできなかった。なんか MacBook Pro なんだけどパソコンがちょっとね、 Mac って難しいよね。そうね、フォロバ待ちです。あまちゃんフォローしてるよ私フォローしてるしって思った。フォローしてるぞ、見てみな、あまちゃんフォローしてるよ。なんかさ思った、なんかピカチュウさ、なんかすごいなって思ったんだよね。私結構配信とか見に行くんだけど、なんかどっかのやつでもなんかピカチュウすごくて、今なんかショールームピカチュウフェアみたいな、分からんけど、ちょっとアイライン薄いから描きます。描き足しました。そう、何それピカチュウ、かわいい、かわいい、ありがとう。わーわーわー、ありがとう、あまちゃんとかけるありがとう。何そのピカチュウ、何今ピカチュウフェア、え何マジ、え、ありがとう。わー、ピカチュウだ、ピカピカめっちゃピカチュウじゃん。え、何ほんと、なんかピカチュウのアバターとかさ。やばい、ここピカチュウで溢れてる。かわいい。え、何ほんとにそのピカチュウ。謎なんだけど。どういうこと？どういうことだ？通り過ぎますって。通り過ぎちゃダメだ、かける。ちょうど渋谷に着いた、初見ですって、ありがとう。ピカチュウのアバターになってるし、え、マジ何そのピカチュウ、謎なんだけど。ショールームさ、なんか全体的にさ、ピカチュウ祭りみたいな感じ。今日ポケモン新作、あ、そうなの。ポケモンってすごいねポケモンってすごいね。そんなになんかあれなんだ、ポケモン発売日だと。そんななんかショールーム一斉にやっちゃう。今日から明日までお昼間ピカチュウがショールームジャックして、え、そうなの。普段の星がピカチュウになってる、えー、かわいい、えー、かわいい、初見でしたって。たくみ、たくみくん、たくみさんめっちゃ名前呼んじゃった。スポンジボブ好きでおげ、もう大好き、愛してる。スポンジボブは愛してる。あ、ちょっと待って、スポンジボブは愛してる。ちょっと待って、え、スポンジボブは愛してるよ。スポンジボブとポムポムプリンを愛してます。でもなかなかちょっとね、スポンジボブのグッズないからあれなんですけど、探すのが大変。変えた本当や、了解ですって。まあ、一応ねパソコン Mac なんですけど、 Mac のここもスポンジボブ貼ってます。可愛くない、このボブめっちゃ可愛い。ここにスポンジボブのあれを貼ってます。可愛い、もう本当可愛い、もう本当に可愛い。スポンジボブの DVD 欲しいもん。僕のけもんどういうこと、どういうこと。今度会うとき立ち見せて、何、会いたい早くアバターもピカチュウあったって。おもちゃも変えてる。え、でも可愛いピカチュウ。なんかそう、なんか前学園で話したんだけど、ポンポンプリンもスポンジも両方黄色じゃん。でだからなんか、いや、ポンポンプリン黄色だから、黄色いキャラクター好きなんでしょみたいな感じになって、そういうわけじゃないよ、そういうわけじゃないんだけど、そういうわけじゃないんだけど好き。もうなんかスポンジボブは全てが可愛いの、本当に。もうね、もうアホと可愛いなって感じ、アホやなって思うんやけど、なんかスポンジボブの笑い方のモノマネできるんだけど、スポンジボブの笑い方はアワワ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 っていうのねアワワワワワワワっていうのね。もうね、めっちゃ可愛いの。クラゲを取る遊びとかするんだよ。
アバター、あ、リップ編もらったので監視しに来ました。わー、ありがとうえ、めっちゃ嬉しい。まだちょっとリップ編2人ぐらいしかできてないけど、しようと思ってしてたら、あ、配信の時間だと思ってまだ2人ぐらいしかリップ編できてないけど、全部絶対返すから。え、嬉しい、ありがとう、来てくれて。これから毎日来てください。ピカチュウも黄色、それな。でも別にピカチュウは好きじゃないよピカチュウ好きって言ってないから。そう、なんか初見されるから自己紹介しよう。しかもなんか二つ縛り、私珍しいんですよ。いつもあんまり二つ縛りしないんですけど、レアな時に来たねじゃん、自己紹介します。バンザイジャパンの候補生ユニット、足軽ジャパンというアイドルグループで活動してます。愛知県の伝道師見習い、松田恵美奈です。よろしくお願いします。これ今スクショタイムだからね。いい、ツイッターフォローしてくれてるかな、お願いします。フォローしてない人は、イエーイ。そして好きなキャラクターが、もう先ほども言いましたが、スポンジボブとポポポポプリンです。なんかこいつのグッズはあんまり見ないから、見かけたらぜひ、ハッシュタグエミ説でエミノに紹介してください。結構他の人とかハッシュタグエミ説で、私めっちゃイチゴ好きなんですけど、イチゴと牛乳を愛してるんですけど、なんかイチゴの食べ物とか、なんかそういういろんなグッズとか何でもいいんですけど、あったらエミノに紹介してください。この間なんかイチゴフェアのやつとか紹介してくれて、今度行くかなと思いますハッシュタグエミセツは結構みんな使ってほしい。エミセツは常に見てるので、よろしく。ツイートしてねって書いてあるよ。あれ、ツイッターのマーク逆じゃないよね。なんか逆？逆じゃないか。ね。ピカチュウも黄色だけど。風邪ひいたの？え、コウさんって今沖縄じゃなかったっけ？出張じゃなかったっけ？出張先で風邪ひいたの？やばくない？てか辛くない？大丈夫？明日は在宅しようかな。明日になった足軽ジャパン3回も、ライブをさせていただくことになりました。だからツインボックスでもやるし、赤坂ブリッツってところでもやるし、ツインボックス秋葉原の方と、もう一個グレイスの方、両方やるので3回もですよ。お昼の12時から、活動だからライブ12時台のやつと、あと4時のやつと、赤坂の方まだタイムテーブル出てないかな、確か夜だと思います。3回もあるから1回ぐらいはちょっとエミノを見に来てくれたら嬉しいです。チチューもライチューも黄色で全然好きじゃないもん。え、ライチューだって知らなかったって。鈴木、昨日帰ってきたの？行きの飛行機で、行きで風邪ひいたの？それ大変。大丈夫だった？出張絶対辛かったよね。寝て、本当は明日も来てほしいけど。すごいねって。そう、 3ステージもやるので、どれか1個でも来ていただけたら、もうほぼ1日ライブやってる感じお昼からね。だからぜひ来てくれたら嬉しいです。赤坂 ブリッツも大抵出たよって。何時だったっけ、18、19時とかだったっけ、忘れちゃった。そんぐらいだった気がする。だからなんか夜用事ある人は12時にのやつに来てほしくて、昼は無理だなって人は夜のやつに来てほしいです。出張中に契約するくらいに、すごっ風邪ひいてんのに。でもなんかコウさん営業うまそう、いい人オーラめっちゃ出てる、うまそう営業。結構なんかあの私の客観的意見なんでそんなに来てほしいかと言いますとそう、なんでそんなに来てほしいかというと、今ねこのタイ遠征に、海外遠征に行くためにちょっとこのポイント制でメンバーと競ってましてね。
ランキング上位8名が大遠征に行けるので、そのイベントやってるから来てほしいんだ。特にね、今月は来てほしいです。ライブ来れない方もエミノのランチ期ね、通販でチェックしてくれたら嬉しいです。お願いします。ちょうど同じ時間に反対側で、何反対側でちょうど同じ時間、何時など、ランチ期よかったって。ほんともうめっちゃ嬉しい。3枚も買ってくれて、こうさん、エミノのランチ期をもう本当にありがとう。めっちゃ嬉しかった。本当にありがとうございます。よかった、ランチ。結構さ、気合入ってたでしょ？でもなんかちょっと乗せてくれてたから、めっちゃ嬉しい。もうなんかそれから、帰ってから、コウさん、ランチ系大丈夫だったかな？どうだったかな？と思って、めっちゃそわそわしてたけど、なんか、よかったっていうツイートをしてくれたから、あ、よかった、よかった、と思って。あ、よかった、本当に。でもなんか結構いいやつ当たってたと思う。スチーってやつとか結構あれ私好きだった。嬉しい、めっちゃ嬉しい。まだね10枚以上あるからね気になったらまた買ってください。めっちゃ嬉しい、本当に。なんかランチ券買ってもらうのが一番嬉しいかもしれない。なんか結構気合い入れてるから。また通販でも販売してるので気になったら買ってほしいです。スペシャル特典もねまだ余ってて、スペシャル特典もちょっとまだ一個も売れてないんですよ。だからスペシャル特典よかったら買ってくれたら嬉しいです。エミノズ写真エミノズ写真立てです。まだ写真立て一個も売れてないんですよ。だから誰か第1号でエミノのスペシャル特典買ってくれると嬉しいですね。お買い求めくださいこんだけ宣伝しても本当に一個も売れてないから、まあ、今回は売れないのかなとかも思ってますちょっと泣きそう、本当に。めっちゃ頑張ったから、1日かけて頑張ったから1個作るのにねでもランチ期もね1日かけて頑張った。だから1人1枚はチェックゲットしてほしいな。ウェイ、エミノ、あ、ヘアさんだ、ありがとう。いつもリップくれて嬉しい。この花のやつもなんか引用リツイートかなんかしてくれてて嬉しかった、ありがとう。動画ね、写真立てはってあるよ、まだ全然あるよ。あもちゃん写真立て買って欲しかった、この間明日は来れるのかな。いちご色のニットがお似合いですよ、お嫁様かわいいでしょこれ、結構お気に入りなの顔だけ。なんかこれね生地もねすごい好きで、触ってほしいんだけど触れないよねあのね、なんやろ、なんか生地いいんだよこれ結構。なんかなんだろうね、ニットじゃないんだけど、なんかなんだ、綿でもないけどすごいね触り心地いいのそう、触ってほしかった、触ってほしいけど。みなちゃん直接ランダムで引くのは楽しいねって、本当そうランダムだからね、あそこの中からピピピって引いてるそう、今どこにあるかな、あカバンに入っちゃってるかな、出せるか、ダイヤあるので。あったわ、みなちゃんからランダムチェキを買うときはこのスポンジボブの中にランチェキ入ってるから、聞いてもらいます。
スタバだって。何今からスタバ行くの？え、スタバのねショートケーキ飲んだよ、めっちゃ美味しかった。なんかいちご系のやつはチェックしないとね、やっぱりスタバ今さストロあとショートケーキじゃん、いちごのさショートケーキだったよ確か。それ飲んだ、なんか美味しかった。いちご系はさすぐさ期間限定でなくなっちゃうじゃん、すぐ売り切れちゃうからさすぐ終了しちゃうんだよね。この花センター見たかったなって見て欲しかった。だからめっちゃさセンターってさめっちゃ告知したじゃんそうだからあの時も本当に最初で最後だと思って頑張ってやりました。あの足軽ジャパンだとこの花のセンターハクちゃんが、まあ、前回やったんですけど、そうで万歳ジャパンだとまあメイさんがやってるんですけど、あの時は二度だったセンターになることないから、びっくり。センターキャラじゃないんですよ多分。足軽ジャパンでは結構まこちゃんとかがセンターに来るタイプ、最年少だからっていうのもあるんだけど、結構センターに来るのが多くて、みんなは基本的にないからレアだから、あれ見れた人レアで。あもちゃん写真撮っては無理でしょ。無理？でも結構ねなんかまあでもあんまり言えないけど買ってほしいからあんまり言わない腰を痛めて病院というのを服にしか外出ないからスマホ一日中眺めて。え、そうなの？大丈夫？え？やば、お仕事も行けてないって感じ？やばい。大丈夫？エイヤさん、あれワンマンまでには直してねえ、かわいいだって。急にどうした？ユナさんありがとう、急に褒めるじゃん、にやける。みのりランチ券選んで買うかって、どういうこと？選んで買うの？ランチ券ね選ばせないよなんでかって、だってさもうだってさ、そしたら全部さ見せちゃうじゃん、ダメで。選ば絶対こうやって引かせるからね、こうやって引かせるから選べないよ。でもエメノのお気に入りのやつがまだ選ばれてない。一番お気に入りのランチ券があるんだけど、一応ねそれがまだ選ばれてないから早く選んでほしいなって思ってる誰かの手元に早く行ってほしいな。ツイッターにも載せたんですけど、一応サスさんとのチェキもまだ余って出てないです。ランチ券買えばよかったね後で思ったって。買ってほしかった。でも12月の1日まで発売してるから、もしあもちゃんが12月の1日までに来れるんだったら買ってほしいな。次は1枚ぐらいエミの財布の中に忍ばせてってください通販でも買えるんだけどね、ランチ券は。センター見た、ありがとうね、本当に初めてセンターありがとう、嬉しかった。だから本当に、しかもエミの予約できてくれたのね、あもちゃん本当にありがとう。推しがいるから直接会話できないケース多いけど、ああいうリツイートで応援したいありがとう。そうだね、推しがいるもんね、みゆみさんっていう推しが。でも推しましは私はめっちゃ推奨派だからみゆみさん9割のえみの1割で応援してくれてもいいよマジか、レアなのがしてやんでもうライブ行けないでもまたセンターできるように頑張るから、それまでするにセンターできるようにゆうなさんも応援してくれないとやだ。もう一回センターできるように応援して。ゆうなさん次いつ来てくれるんだろう。明日は
12時台と16時台と19時台かな、3回もライブあるから、ちょっと時間が合う時に来てくれたら嬉しいです。えみのちゃん予約で。今大遠征のランキングすごいよ。1人動員のえみのちゃん予約で1人入ると1人6ポイント入るんですよ。これが一番でかい。6スペシャル特典もでかいけど、ランチ券も3ポイントあるからって感じ。嘘は言わない人ですよって。じゃあ可愛いってこと。まあまあまあ、そんな生活、人生活だと泣くよ。そやで。早く直してやさん、可愛いと思ったので言いましたって。やば。じゃあ明日2つ縛りにしようかな。ライブ出るのどうしようかな。なんか最近髪型結構どうしようかな、結構ストレート多くて、ちょっと明日2つで行ってみようかな。かける前ちゃんと毎回シャクシしてるしてる。かける、明日来れないか、土曜日だけど、もうちょっと後でしたっけ、30日とか言ってた。明日は無理そうかね。普通ずチキ財布に忍ばせてる人はどうすれば、追加で忍ばせてください。追加で忍ばせてください。普段のチキもね嬉しいけど、これはもっと気合が入ってるから、こっちも嬉しい。私の中にダメ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 、ランチキ買わなくていいから、ダメ、増やして。気合が違う、気合度が違う。な、結構普通のチェキとかはなんか時間制限だからさ、パパパパって書いてさ、あの短い時間で書くじゃん。でもランチキは1日かけて作ってるから、気合度が違う。明日19時、赤坂ブリッツ。なんて読むの。赤坂ブリッツとかな、ツイートしたから。みんなさ、今さ固定ツイートにさなってるさ、みんなにリプちょうだいみたいなやつさ、リツイートして。リツイートして。リン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 、リプしてない人は絶対リプしてね。エミノはいつも可愛いってかける、まあ、かける本当にありがとう。かけるの存在私の中で本当めちゃめちゃでかいんだよ。ありがとう。自信が、自分に自信がなくなった時はかけるに可愛いって言ってもらおう。私の気持ちはストレートですが、巻き髪が好きです。じゃあ明日巻いて二つ縛りにしようかな。ここコロコロする。どう？そしたらゆなさん来てくれる？早くゆなさんに、もう全然会ってないよ。だって全、そうで全然もうなんか一週間とかさ会わないだけでさ寂しいよね。そろそろエミの初チェキチャレンジ始動しますね。給料日来た。やった！早く8期3枚よろしく。ハラケン8期3枚よろしくって書いて。いつ来るんだろう、ハラケンさんいつ来るんだろう。だからエミナも8期嬉しい。でもこの間も、この間のライブもなんか普段来てくれてる、あのバンダイジャパンのライブとかに来てくれてるお客さんで、大名さんで2人ぐらいなんか、え、初席だったっけみたいな人いたから嬉しい。なんか大名さんだけど撮ってないみたいな人もいるから嬉しいね。ザイって、あ、獣さんありがとう。獣さんの他の種類のふわふわまだ見てない。他の種類のふわふわでまた来て。マジだったらいけるかもよって。来て赤坂、来てほしい。赤坂の方はバンザジャパンのメンバーと一緒に、足軽ジャパンも出演なので来てほしいです。俺人生初めてランチ買ったのが、やばい、
一生の思い出じゃん。じゃあ嬉しい。なんかさ、誰かのさ人生初とか嬉しいよね。誰かの初めてがエミノって嬉しい。やばい、コウさんの初めてはエミノだ。やったー。じゃもっといっぱい初めて作ろうね。物販でランチキだけ買って帰るか。え、全然あり。それでもありあり、ランチキ10枚。ゆうなさんならランチキ、でもゆうなさんにはスペシャル特典も本当は買ってほしくて、本当は買ってほしいけど見つめる、ちょっと検討してください。こんばんはって、ガジマさん、めっちゃ久しぶりな気がする。そんなことないか。ありがとう、来てくれて。え、寂しい、じゃあデートでもしますかって。んー、じゃあ明日来て。ほらっと言ったし、テンションが高ければ、テンション低かったらもうダメな。テンション低かったら取ってくれないってことね。それはじゃあもう腹気、お酒飲んできたらはいじゃん。なんかお酒飲んでる大名さんって結構はいだよね。みんななんかちょっとお酒入ってるからみたいな。それでいこう。赤坂サカス、赤坂サカス聞いたことあるけど行ったことない。そこ違うし、会場じゃないし。エミノのランチキ、押し売りならぬ押し売り。押し売りだよ。でもさ、ランチキさ、めちゃくちゃ普段のチキよりさ気合がさ1000倍ぐらい入ってるやつがさ、チキと同じ値段で買えるの結構お得じゃない？私ササさんのランチキ5枚ぐらい欲しいもんね。全部見たけど。推しのランチキはでもわかる、みんなだから10枚とか20枚とかランチキ買ってく人の気持ちがすごいわかる。なんか普通のチキよりお得感がある。あの、見つめられたドキッとする。じゃあ見つめる。明日はずっとゆうなさん、いや、もしゆうなさんが明日来てくれたら、そうチキの時はずっと見つめるから来て。お酒入ってなくても、あ、それはいい。はいはい。なんでテンションでごまかすの、アウト。アウトなの。なんで結構なんかそういう大名さんいる。嬉しいけどね、テンション高い方が。エミノがなんかこんな感じだから、なんかこのままで喋って、なんかすごい大名さんに塩対応されちゃったら悲しいもん。ササのランチキ前に買ったの、見してみたい、見たーい。実はササさんのランチキの中にもエミノ登場してるので。テンション普通でごめんなさいって。かけるはでも結構エミノのことめっちゃ見てくれてるからもう好き。詳細見てきますねって。あ、ありがとう。まださ、エミノはタイムテーブル載せてないけどやるよっていうのは告知したから見てみて。エミノのツイート全部見て、監視して。今回のランチキじゃないよって、いつのなんだろう、めっちゃ気になる。昔のが気になる。時間ないやん、笑ったって。何が、あー、エミノ時間まだ載せてないの、ごめんね、後で載せる。まだ告知した時はあのタイムテーブル出てなかったの。最近ツイッター自体見れてないので、じゃあ今からエミノのツイート全部遡って1週間ぐらい見て、1週間前ぐらいまで遡って見て、ちゃんとエミノのツイッター監視しないとダメでしょ。もう出た、風邪ひいてなかったら明日先輩とライブ。待って、直し、して。どうする、あ、じゃあ、どうしよう。ネギを食べて、
あったかい飲み物飲んで、あとお布団の上に毛布かけて寝て、エミノロハシゴとすぐ寝る、なしたら治るそしたら治るとか言って、ネギじゃない、ネギとネギと何かな、でもお薬ちゃんと飲んで、あと納豆とか、あと卵とかいいかも、食べてお腹いっぱいで寝たら大丈夫。もう食べ物で栄養取ろう。あ、ビタミン C線買って、エミノはこっちが応援エネルギーかけると外れなく愛情返すから、押してる人は羨ましい。平野さんも押してくれ、押し増ししよう、に押しにエミちゃん、エミノちゃんもエミちゃんとかね、エミノも入れて、平野さん仮面ライダー好き仲間でしょ、押し増しして待ってる。エミノのツイートなかなか見てるよ私は、ってほら最近見えてないじゃん、最近監視を怠ってるな毎日監視してくれなきゃダメじゃん、監視あしてるかもって本当ちゃんとしてる、ありがとう。でもかける結構なんかファボとかリップとか結構一番にくれるから、なんか監視してくれてるんだろうなって思うニヤニヤもっと監視してくれる、監視してくれたら嬉しいな。あ、そうそう、この間フライヤーもらったツイートいいね来たのは なぜって、なんかいいねしたかな、なんかエミの結構片っ端からいいねするからいちいちいいねあんま覚えてないけど、したかも、なんかいいなって思ったツイートとか、なんか画像付きの特にアイドルさんが写ってるやつとかはいいねしちゃういいねしちゃう。明日浦安で花火大会って、それも見に行きたから、花火大会はダメだってさ、めっちゃいろんな人来るから風邪うつっちゃう。あ、逆にうつしたらいいんじゃない今ちょっと上の悪笑みの出てきたうつしたらいいんじゃないとか言ってでもなんか若い子とかは結構花火大会とかあったらなんか風邪とか多少熱とかでも行くじゃん、余計もらっちゃうよ風邪。風邪の時はめっちゃ食べれば治るやろって考えの人です。じゃあめっちゃ食べて、風邪プラス口内炎で飲み、うわー口内炎か、口内炎のお薬と風邪のお薬両方飲むしかない、そしたらいい。みんながみんなのツイート見えてないんやって、見て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 、仮面ライダーといえば菅田将暉紅白に出るよ、わ話つぶされた、もう言っちゃうぞ部屋さんの秘密職場内がスマホ禁止だから監視ができないって、じゃ職場以外で監視して、もう休憩になったらもうすぐ見るんだよ初めていいねもらいましたねって、本当にだってさ、ゆうらさんさ、もっとさリップくれないもん、私さリップは全部いいねしてるもん、誰かなんかリップくれたら全部いいにしてるから、リップをくれ今エミノが固定ツイートにしてるやつは絶対リップちょうだいね、もう愛情1000倍ぐらいでリップ編してるからまだ27歳やよって、27歳なの、若いねコウさん、でもその20代かなって思ってた勝手に若いなって思ってた、おじさんではないなって思った、おじさんではないよ27歳なんだ、え27歳で口内炎プラス風邪だったらもう気合で治せる、気合で治せなくなるのは40歳からだよ、ニューラさんと同じ考えの人ですいっぱい食べたりに、私大食いな人なのでプニプニです。かけるさん同じ考え仲間だね。
私もぐいもうなんかさ、起きてる時ずっとさお腹空いちゃって、朝ごはん食べてちょっとふーってうとうとしたらまたお腹空いて、でなんか昼また食べて、でまたふーってなってまたお腹空いてみたいな、やばい、めっちゃお腹空いちゃうんだよね。リップそもそも誰かとかにリップしてないよって、チクチク。え、じゃあエミノにリップして。他の人にはリップしないけどエミノにだけリップして、じゃ特別エミノにして。女の子は特別大好きだからね、特別と初めて大好きだから。ゆうなさんの特別になりたい。え、秘密なんだっけって分かんないけど言われる。忘れてるな。ゆうなさん仲間ですね、エミの押しましょうって。ああ誘ってくれてる。そう、エミの押しさんがね全然いないから、かける一緒に増やそうねってね。かけるはもうエミの押しっていう風に勝手に。かけるはもうエミの押しだもんね。だからかけるにも本当はスペシャル特典をあげたい、渡したい。かけるの元に行ってほしい。実は毎回エミノンとチェキ取ってるっていう。自分も行くたび持ってます。エミノへリップする率はかなり高いですよ。それは嬉しい。もう毎回してくれていいよ。あれ、かけるさん同じ現象なのか。そう、なんかいつの間にかエミノちゃんとチェキ取ってたっていうのはもうエミノのこと好きってことだからね。今何時教えて、ピカチュウ。気づいたら手元にあるんです。今は41分。ああ40分、 OK、 ありがとう。おはようとか時間過ぎたりしません？あ、確かに。でもおはようはなんか私の中でおはよう画像みたいな、わかる？おはよう画像っていう画像をつけるじゃん。でなんかおはようツイートになんかいいねをしてくれる人が結構多いのね。だから結構私いいねの数見てて、おはよう画像って載せて、いいねがいっぱい来たら、あ、この画像いいんだとか、なんか全然おはように関係ない画像じゃん、いつも載せるのが。だからいいねがいっぱい来ると、あ、こういうのがなんか受けがいいんだなとか、あ、こういうのあんま良くなかったなっていうのを結構おはようツイートで見てます。おはようツイートのあのいいねの数でなんか、あ、こういう画像いいんだなとか見てる。ゆうなさんもっとエミノとチキ取りましょうって。え、なお、みんな食えてありがとう。なんやかんや一番取ってるぞ。やった、嬉しい。もっと取って。次はじゃあランチキ増やそう。ライブ見に行ってエミノちゃんいたら俺もチキ取ってるなって。嬉しい。でもね、私コウさんはレナさん推しだっていうの知ってるよ。予約さんレナさんで入ってるもんね。私結構誰が誰の予約で入ってるかって結構把握してるから。でもあれ、推し増しでその中に推しの中にエミノを入れてくれたら嬉しい。だからコウさんの推しの中にエミノを入れてください。推し弁って別に一人じゃなくてもいいじゃんって思うのは私だけかな。私が結構推しオタクだから、そう、推し弁が結構いるからそうやって思うんだけど、エミノも推し弁に入れてくれたら嬉しいな。コウさん、わかります。不
不思議と意味のとるチェキが出てくる。最初クーちゃんだけだったのになって。いいじゃん、増やそう。思って意味のとるチェキ、意味のとるの思い出をいっぱい作ってか、私も思い出作りたいもん。確かに意味のいないと、え、いないのってなる。嬉しいそれやばい、めっちゃ嬉しい。本当に意味のいないと、意味のいないじゃってなるそう、たまにちょっと物販を先に帰っちゃう時とかあるからそう、なんかそれめ、なんか、え、意味のいないじゃんとか言われるのめっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。ちょっとめっちゃにやけちゃうね、顔がね。今リツ、ヘアさんありがとう。ヘアさんにも愛のリプ編するからヘアさんがおしまししてくれるの待ってる。ヘアさんは大阪の人だからめっちゃ面白いもんね、話楽しい。あのちょっとの時間だったけどめっちゃ楽しかった。アイドルを初めて見たのがバンゼリンのきっかけは島田さんだったって。でも私はルナさんめっちゃ好きなんですよなんか私のツイートを見てればわかるんですけど、笹さん推しなんですよ私は。でもレナさんはめちゃめちゃ憧れの存在で、ダンスもそうだしパフォーマンスもそうだし、なんか表情の一つ一つとか行動の一つ一つが全部アイドル でしかもめっちゃ後輩の面倒見がめっちゃいいんですよ。なんか私本当になんか本番とかめっちゃ緊張しててはーってなってとか声かけてくれたりするのがレナさん。もう大好きなの、レナさんは。もう個人的にめっちゃ好きなの、好きなの本当に人間が好き、島田レナっていう人間が好きそう、なんか推しとかじゃなくて、なんか推しより尊敬のがでかくて、でも好きなの。そうだからレナさん推しの人の気持ちがすごいわかる。レナさんのさランチキ見た？私レナさんのランチキちょっと、ちょっとだけ撮ったんだけど事務所で、やばいよねめっちゃ漏れてると思う、めっちゃ可愛い。ルナさんのランチ券もさ、なんか 2,3 万欲しいめっちゃ好き本当に。なんかこの愛情は多分ルナさんには伝わってないと思うんだけどただ勝手に言ってるから。でもすごい好きなの本当はルナさんのこと。そう、終わった後とかもなんか反省するじゃんとかも見てくれてて、もう本当好きなの、本当に好きなの。わかるかこの気持ち。そう、一番好きかもしれないってぐらい。レナさん大好き。ティン。あら、エミノちゃんも推してるよって本当に？嬉しい。エミノちゃんも推して。信じるその言葉を。フォームになったから誰で予約入れたかバレるようになったねって。そうだよ。でもなんかフォームじゃなくてもなんか一応一覧みたいなみんな送るから分かるんだけど、フォームだと余計分かっちゃうね誰が誰の役で入ったか。ゆうなさん自分も増えていきます、推しメンに入れてきます。推しメンいっぱいいるけど、たくみさん推しメン入れてくれるの？本当に入れてくれる？推しメン入れてくれるの？こうハイタッチね嬉しい。本当に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 嬉しい。入れて、推しメンくん入れてください。エミノのランチキもぜひ手に入れてください。そう、ライブに来なくてもランチキはあの通販で手に入れれるので、よかったら1枚だけでも財布に忍ばせてくれたら嬉しいです。エミノのこと忘れないようにね、ちゃんと監視するんだよ。やべ、心の声が嬉しい。ほんとエミノちゃんライブ行って別班いないとうんってなるうんってなるの、かわいい。あ、パパだ。島田さんの魅力すごい感じてる人ですなんか私も最近なんかレナさんのめっちゃなまったんだけど、レナさんのファンめっちゃ増えたなって思って、なんか物販で私よくチェキやるんですけど、レナさんとチェキ取る人が一番多いんじゃないかって思う最近。バンザイジャパンもそうだけど、レナさんとチェキ取る人が多分一番多い。
なんかルナさん推しめっちゃ増えてんなって思う。パパ久しぶりって、この間ありがとね。パパパパ、島田さんのあっち買ったよ5枚って見たよ。なんか全部良かったね、全部漏れてた、全部可愛かった。レナのチェキ、神田明神のやつは良かった。あれ可愛かったよね。まずもうなんか姫系の服着てたしね、可愛かった。エミのいなかったら探して見当たらなかったら聞くくらいやし、やばい。それめっちゃ嬉しい。エミのどうしたみたいな、嬉しい、ありがとう、可愛いね。聞くとか可愛いね。大丈夫、パパ予約は常にしおりんだからって。パパしおりん推しなのね。ルナとチェキ取る人です、知ってるよ。笹様の次に推しますね、わらって。あ、そうなんだ、北海道なんだね。私も笹さん推しなんで、じゃあ笹推しのあなたに、笹さんのあなたに、エミノちゃんと笹さんのチェキを見せよう。そう、私のランチェキの中にササさんとのチェキが入ってるんですよ。えみのササかけるえみのって書いて、だからこれが当たるといいね。ササさんのチェキの中にもえみの入ってるのでチェックしてください。北海道だったらこれやんから、ちょ通販でよかったらチェキをゲットしてください。すごい、いっぱい喋ったらすごい熱くなってきた、なんかほんと熱い、いっぱい喋ったら熱くなってきた、みんながちょっとにやけさせるからすごい熱くなってきちゃった。これも秘密の話やった、かわいいな。自分はランチェキ買っても載せないからなって。あ、自分のものにするタイプね。センスもそうだよね、センスもかけるに落書きのセンス渡したけど、それも結構自分の中で、でもそれも嬉しい。今回対戦バチ見てても、レナ、シマレナちゃんもだし、いつもと上にいるメンバー変わってて興味深い。あ、そうだね、思った。司さんとかも今結構上位にいるから、ほんとレナさんは、私結構めっちゃレナさんのこと見てるから、ツイートとかもそうだし、ライブもそうだし、物販とかも、あ、この人レナさん撮るんだとかめっちゃ見てるから。そうだから、レナさんがめっちゃ最近人気なのはエミノが一番あの感じてる。なんでやねん。本人が一番感じてると思うけど、エミノもすごい感じてる。にやけさせない、にやけさせてない、にやけさせてるよ。センス持ってないやって、パパセンス買っちゃえ。なんかセンスは落書きしてもらえるから、しおりさん推しだったらしおりさんに落書きしてもらうといいよ。片面何円だったっけ、片面1000円だったっけ。で一応センス両面あるじゃん、両面しおりさんにもできるし、片面しおりさんで裏側は例えばふみさんとか違うメンバーにもできるんだよ。すごくない？え、パパのことは見てなくていいからねって。じゃあシマレナちゃんとチェキ取ればいいんだね、意地悪。ダメ！シマレナちゃんはファンがいっぱいいるからいいの。エミノちゃんはいないからエミノちゃんと取って。めっちゃ睨む、めっちゃ睨む。ヘアさんが今目の前にいたのもこの。センスは持ってないですって。ゆうなさん、センスエミノ落書きするよ。エミノのセンスをゆうなさんには持っててほしい。俺は両面エミノって。ありがとう。でもね、愛情1500倍ぐらいかけてかけるのセンスは書いた。大切にしてね。え、エミノって人気者じゃないの、どこがやねん。タイのランキングもずっと圏外だったけど、今15位にギリギリ入れてるので、このままランキングに入りたいなって思ってます。一応15位まであのランキング出てるので、15位までキープしたいなって感じ。昔は現場に行くたび全メンバーチェック取ったけど、今は選抜してるわ。あ、そうなんだ。こ
この間初めましてしてくれたから、また2回目も撮ってくれるように頑張るねパパ。初めまして、ゲレンデの貴公子さん、初めまして。目の前にいたらめっちゃ手振ってるよ。え、嬉しい、初めましてだって。自己紹介して良き。バンザイジャパンの候補生ユニットの足軽ジャパン松田恵美乃です。ティン、愛知県の伝道師見習いやってます。ツイッターフォローしてなかったらしてね。よろしく、松田恵美乃です。ありがとう、初めまして。初見さん嬉しい。袋の中に入れてある、たまに開いて見てるけどって。あ、そうなの。袋の中に入れて大事にして、かけるは結構さ、チェキとかさ、センスとかもそうで、結構大事にしまってくれるタイプだよね。嬉しい、ありがとう。そう思ってたので基本1枚に。人気者じゃないじゃん、どう考えても。ゆうなさんが今目の前にいたら。だからゆうなさんが全然さ、推して、もう推し、みんな推しって言ってくれないから、余計人気じゃない、人気者じゃないよ。え、日本語かし。2回目考えとくねって、考えといてください。自己紹介ありがとうございますって。ありがとう、ゲレンデさんって呼んだらいいのかな。ありがとう、来てくれて。これハイタッチ。そろそろ穴雪。え、そうなの、穴雪見たことないからわかんない。レディーゴールルナーンって、そう、穴雪見たことないの。チュルラン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 、チャラランチャララン。私のタイプなので人気者かと。ってどこが人気者なんだよ。おこでおこで、最近ミノトンチキが一番かね。嬉しい、めっちゃ嬉しいのそれ、本当に。実はめちゃめちゃ嬉しいんだ、ありがとうね。明日二つ縛りで行こうかなって考えてるけど、かけるは明日来れないんだよね。あ、ピカチュウ飛んできた。そろそろ9時か。そっかそっか、9時になったら教えて。終わろうかな。あ、キャプテンコーマーだーって、ありがとう、来てくれてありがとうね。金曜ロードショーだぞって。あ、そうなんだ。うちねテレビないんだ。うちねテレビないんだ、だから見れない。あの、エミノちゃんの家にはテレビないです。はい、ごめんなさい。なんで今の、もうすごい嬉しいんだ本当に、ありがとう。あ、明日来れないって話か。あー、かけるにいつ会えるの。もう待って、ミオさん絶対初見じゃないでしょ。初見ですって言ってけど、ちょっと待って、ミオさん、でもな、アバター違うか分かんないけど、ミオさん。いつも思ってる私の私が思ってるミオさんでしょ。ちょっとさ、みんな今日アバターピカチュウだからさ、わかんないよね。いつものミオさんでしょ。明日はかけるさんに会いたいんだって。かけるに会いたいんだって。エミノじゃなくて、ナイン回想ないの。ない、なんかないでって。次いつ来るの？呼んだって。呼んだよ、初見ミオさん。ありがとう。でもピカチュウに、みんなさ、アバターがピカチュウだから、みんな同じ人見ちゃう。テレビがない、テレビがない。センスがない、センスがない、センスがない、センスがない。
テレビくれるの？持ってきて持ってきてとか言って明日行く予定明日来てくれるんだってエミノちゃん予約で来てよ嬉しい明日来てくれるんだってユーロさん自分は稀に現れますってじゃあね土日良いね土日だよねかける詳細小川ちょっとツイートするあの昇竜もあったらツイートするね動きテレビの持ち込み可能ですか、うん、可能じゃね分かんない可能なんですかねでもさ持ってくときにこうやって持ってかなきゃいけないよすごい大変じゃないこうやって、はい、持って帰るのも大変だよねかけるさんを見つけないとって動きが激しい嬉しかったから動いちゃった9時になったかな終わろうかな1時間も行ったちょっとったよわあ9時だなった1時間もやって待った楽しかったからいっぱいやっちゃったじゃあ最後に告知だけします。明日なんと3回もライブがあります。12時台と16時台とあと19時台かな、もうほぼオールタイムみたいな感じになってるので、お昼来れない人は夜来れない人はお昼来てください。もう明日はねもうハードスケジュールだけどみんなが来てくれたら頑張ろうってなるから来てほしい。でもうんみんなが来てくれたら3個もあるけど大変だけど会えると思ったら頑張れるから来てねで今は海外遠征を決めるランキングがね出ちゃうねイベントをやってるんでねみんなご協力してください。これね12月1日までこのライブ動員数チェキの枚数ランチェキの枚数スペシャル特典の販売数のポイントでランキングを競ってます。エミノはずっと圏外だったんですけど今最新のやつだったら15位にランクインさせていただきましたのでもっともっと上の順位も目指したいのでみんなご協力お願いします。一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。ティンティンティン、ありがとう。なんかくれた。何それ何それ何そのなんかそれ、あ、パチパチパチだ。ティンティン。ねえ、ライブ、これは全部ライブでしか買えないけど3番のランチキは通販でも買えるのでお買い求めしてくれたら嬉しいです。1枚だけでもエミノをあなたの財布に入れてください。お願いします。ランチキを1枚買ってくれるとエミノに3ポイント入るのでもっと上の順位を目指せるように頑張ります。みんなありがとね。明日はポケモン捕まえないといけないので忙しいライブ会場で捕まえて。ポケモンはライブ会場たくさんいると思うよ。レオポケモンがオールしないの？今来たばっか。そう、ミオさん今来たばっかなんだよな。でも聞いて、今私の固定ツイートで今全員にリプ返するよっていうツイートしてるから、そこにみんなリプください。もう1000倍の愛でリプ返するので、あとリツイートもお願いします。かくるさん特殊な人ですねって、うん、もしかけるがいたときゆうなさんに言うね、あれかけるだよって。今日もハイテンションパーリーピーポイムの選抜頑張るじゃあね、密告するわありがとう。じゃあね、今日はレアの二つ縛りエミノンでした。
もライブ頑張ります。今日もみんなの夢で会えますように。おやすみルクティー、バイバーイ。3、2、1、リップちょうだいね、固定ツイート、リツイートするんだぞ、バイバイ。